こんにちは、下川です。16日にですね、ハワイの10月の航空券の調べ方っていうのを公開したんですが、まあ、それについて今日は17日です、明日公開になりますが、年末年始の航空券も見てみようということで、そこらを検索します。ちょっと情報によると、16日に僕らが発表したよりもだいぶ値段が年末年始動いているという話もありまして、で例によってですね、月単位で見てみます。すみません、これが往復で東京ホノルルですね。これを月単位で見ます。それで、行きが12月、帰りが、1月。ここで見てみます。エコノミーですね。それでですね、年末年始、JAL の LCC の、子会社のジップエアがですね、やっぱり一番安い航空運賃出してくるので、これが軸でして、ジップエア増便するかなと思ってたんですが、どうも今の時点でしてないということはですね、多分火木土週3便ですね、年末年始も多分ですね。それから関空の、エアアジアというのもどうもはっきりしません。ですので、ちょっとここらは様子がわからないので、現時点ではこういうふうなことになるので、関空の方も、ジップの安いもの、関西方面の方もジップの安いのが手に入るのならば、東京経由の方がいいかもしれませんね。それでこうやって年末年始の運賃見てみます。で、火木土がジップですので、そこらのところを頭に入れながら、そこで組み合わせていくということになりますね。で、ここらで安いとこどこかなというようなことを見ますとですね、行きは27日、次が31日あたりが安いですね。あと27日を選んでですね、帰りが27日で、どうでしょう、どこらを皆さん選びますかね。7万円、ちょっとね、ここが安いんで、5日あたりを選んでみましょう。ここで見てみるとですね、はい、ジップの129,000円、続いてアシアナの150,000円、ここらが出てきますね。ジップの場合というのは LCC ですので、当然機内食がなくて荷物代が取られる、片道大体7000円ぐらい、そしてプラス1万4000円すると、13万、14万、3000円ぐらいになる。アシアナが15万円。ソウル経由で時間はかかると。ここらのところは、それぞれの選択肢ですけど、時間のこと考えたりするとですね、アシアナがですね、15時間、29時間かかるのに比べて、ジップは6時間とかで、9時間とか行きますんでね。やっぱジップ選ぶでしょうね。この12万9000円というようなところですね。で、いろいろね、調べてみたんですが、やっぱりこの筋ですね、結局そんなにですね、裏技っぽいですね、ものはお正月にあまりなくてですね、この組み合わせ、月単位の方から組み合わせて安めのところをこう選んでいくというのが一つの、ポイントかな、ポイントというかしか方法はないかなというような、気がします。で、もっと安いのを見てみるとですね、この、31日に出るとですね、7日に帰ってくるみたいな、こういう休みを取れる方が果たしているかというのは、置いといてですね。ここらを取ると、ここらも12万円台で来ますね、ジップだったらね。それでね、どういうふうに考えるかという、先ほどの27日と1月5日、あるいは31日7日みたいなことを考えるわけですけれども、お正月ね、ジップというのは安い航空券だし、それまで今年のお正月ハワイ行こうと航空券で20万円ぐらいはもうしょうがないと思っていた方向けの話なんですが、往復でエコノミーで12万円で行けてしまうというふうに、そういう方は考えるとすればですね、
ビジネスクラスを使ってみようという発想は、僕は ZIP の場合はありかと思います。どういうことかというとですね、ハワイは息がきついです。夕方出てですね、夜中について、まあ寝てないんですけども、それで向こうに朝になってしまうということで、徹夜でハワイを歩き出すというふうな方が多いですね。で、そうどうしても体調壊すということがあるので、息しっかり寝ていこうという発想ですね。まあ、当然帰りはエコノミーなんですけども、息で、しっかり寝ようということでですね、12月のですね、例えばさっき言った、日付で、31日の便取ったとしますよね。片道を取って、片道だけビジネスクラスにするので、これ片道を買うわけですけども、ここをですね、エコノミーからビジネスに変えます。これでですね、ZIP Air がいくらで出してくるかということなんですが、15万9000円ですね。でね、ZIP Air にね、LCC に、ビジネスクラスがあるかという、こういう問題なんですけど、実は ZIP Air もビジネスクラス呼んでいません。フルフラットシートと呼んでいます。どういうことかというと、シートだけ、真っ平らになってよく寝れると。で、機内食とかですね、荷物は他の座席と全く同じで自分でパッケージを買う。要するに機内食注文するとか、だからビジネスクラス用の食事があるわけではないんですね。違いはもう、シートだけです。ですので、この値段で出てくると。いうことですね。まあ、芦屋のも比較的安い値段で出してきてますね。18万円とかね。これも、あるんでしょうけども、もうそれ以上になると50万とかね、とんでもない金額になるので、これと、帰りをエコノミーで、つなぐと、だいたい20万円を切った値段になってくるというのは、一つの、少し贅沢なね、ハワイ旅行の選択肢として、出てくるのではないかと思います。さて、ここらを軸にね、いろいろ検索してます。で、まあ、今の時点で選ぶベスト航空券みたいなものを、一旦これで切りますので、お伝えしますので、参考にしてみてください。じゃあ、ちょっと一旦切ります。航空券いろいろ検索してみました。あんまり、通常の方法かなというようなところがありますが、その中から、見つけ出してきた、航空券を紹介します。ですね、往復で、やっぱり12月31日出発、それから、1月の7日戻りというのが、やっぱり、かなり安く出てきますね。で、なんかね、一瞬かなりもっと安いのが出たという話もあったんですが、どうもそれはないようでして、ごめんなさい、これビジネスクラスで見ちゃってる。さっきのが残っちゃってるね。ごめんなさい。これで、これをエコノミーにして、12万551円、安い値段に並べますね。まあ、ここらかなという気がします。予約サイトも一応確認してみます。ZIP Air の、ここから航空券買うわけですが、ZIP Air航空会社そのものもあるので、12万601円。まあ、安心ですね。LCC ですが、アジアの LCC のように不安定さはないので、安心して、ZIP は乗れるかと思います。それから、前半の方で、話しましたが、この値段に、を分解してですね、ちょっとしてみましょうか。片道ビジネスクラスにすると、そうするとですね、31日片道をビジネスクラスにすると、先ほど言ったフルフラットシートですね、ビジネスクラスと言ってはいけないんですが、フルフラットシートというので見ると、ZIP のフルフラットシートが15万9000円で片道出てきます。
で、15万9000円ちょっと覚えておいてですね、それで、逆、帰りはエコノミーですね、片道エコノミーで、今度は、これを1月の7日に戻るという形にすると、ここはエコノミーで戻ります。帰りはそんなにきつくないのでね、そうするとですね、6万1000円かで出てきます。そうすると、まあ、22万ぐらいになってしまうか。ちょっとやっぱ高いかなと思いますが、まあ、そのぐらいで楽をしたい、体をね、が楽だというので選ぶ、一つの、まあ、選択肢というのは、あると思います。いや、実は僕は、ZIP の、フルフルタシート、それは使ったことないんですけども、いつも ZIP 乗るとき、こう見てきますからね、これね、眠れればいいなとはいつも思います。はい、それで、まあ、1月7日から、10月31日、1月7日っていうのは、ちょっと なんていうのかな、不規則というか、まあ、かなり自由になる方の、日程ですので、もう一般的な日程の方も、見てみました。まあ、12月27日あたりに出発してですね、1月、5日あたり、ここらでどうでしょう、というところで見てみると、これ全部ZIP の火木土出発に合わせてますので、どうしてもこうなるんですけども、まあ、12万9千円、ですね。それで、まあ、次にアシアナ航空が15万円で来るんですけれども、まあ、ZIP の場合は機内食も荷物も有料ですので、それを加えると、まあ、片道7000円として1万4000円を入れたとして、13万、14万、15万というところですね。あんまり実際の料金差というのは、出てこないかもしれないけど、片方は、アシアナは乗り継ぎ、インチョンで乗り継ぎですので、15時間、29時間かかってしまうと、それに比べれば6時間、9時間で行くという、この時間的なメリットを取るというとこでしょうね。まあ、で、それぞれの性格ですけど、ZIP エアは LCC ですので、どうもああいうのは嫌いだという方は、同じぐらいの料金に結局なるので、アシアナを選ぶと。というとこじゃないでしょうかね。時間かかりますけどね。足穴の短い時間のものを選んでいく感じになりますかね。あんまり短い時間のやっぱないですね。ずっと見ててもね。はい。まあ僕だったらまあ10分選びますけども、足穴というのも、まあ料金的に同じだったらちょっと魅力かなみたいに思います。それから、まあ28日に、27日に休めないという方もいらっしゃるかと思うので、29日まで出発を延ばしてですね、見てみます。まあ、見てみますが、ZIP がここにしかないので、こうなるわけですけども、そうすると18万円ま、あ、17万、18万円まで上がってしまいますね。もっと安いのに、これね、デルタ、シアトル経由、インチョン経由、ちょっと20何時間。それからベトナム航空も、これもシアトル経由ですね。ソウル経由。ちょっとここまでののってのは、ちょっとその、ZIP の直行便の18万円と4000円しか違わないで、ここまでやるかという問題になってくるので、まあ、ZIP になるかと思いますね。これが18万円というとこですね。まあ、ここらの中から、選んでいくという形でしょうかね。まあ、行き足穴、帰り ZIP という方法もあるんです。
18万5000円ぐらいアップするだけなので、息を少しというなんだけども、体は楽かもしれないけど、16時間かかってしまうというね、ここらのデメリットっていうのがどうしてもあるので、考えどこでしょうけど、まあ、ジップだろうな、というような、気がします。まあ、韓国の航空会社好きという方はね、アシアナ、ジップの組み合わせでもいいのではないかな、というふうに思います。じゃあ、まあ、参考にしてみてください。